こんにちは、スプリングです。私は今兵庫県伊丹市、まあ、これはちょっと使い回しの動画になりますけど、本日はですね、伊丹空港に撮影に来ております。いや、以前の動画でですね、日本最大級の今現行の旅客機ですけども、ボーイング 777-300 というものをね、撮影に来た分を公開してるかなと思うんですけども、今回その続編という風になります。向こうの方からボーイング787がやってまいりましたね。非常に良い天気です。雲一つないと言いたいですが、ちょっと薄雲はありますけどね。しかしながら撮影に全く問題ございません。向こうの方から何から飛行機がまた降りてまいりましたよ。これは何ですかね、エンブラエルかな、まあ、ちょっとそんなに大きくない飛行機かなと思うんですが、それが降りてまいりました。そして上の方を見上げると、もうおそらくこれ伊丹空港から飛び立って、ピントが合ってませんけども、その飛行機がね、真上を飛んでおります。そして先ほどのやつがもうこちらまでやってまいりましたね。本当に飛行機って早いですよね。ずっと向こうの方にいたと思ったものがもうこっちまで来ていると、本当にね、恐るべき速さですよ。さあ、というわけで、少しね、ボーイング 777-300、今度は降りてくるんですけど、それが降りてくるまで少しだけ時間ありましたので撮影をしておきましょう。こちらは787ですね。まあ例によって、この首を振ったところで撮影をしようかなと思うわけですが、まあ今回は今回とて後ろにね、激安の電動が控えております。まあそれはね、本当に映ってしまうんですよね。まあ、立ち位置変えたらどうなるか分かりませんが、そうするとちょっと光線的にも厳しいかなと思いますので、まあ適当に写真撮っていきましょう。あ、ちょっとこれ立ち位置変えてますね。激安の電動が左の方にありますから。あ、これ、この構図ですと激安の電動入りませんよね。今の光線が非常によろしいので、ロコで撮影をすることができます。さあ、そして、向きを変えまして、滑走路の方に進入をしていきました。まもなくね、この787、飛び立つことになります。まあ、この滑走路上でね、一旦停止をすることもあれば、全く止まらずに、このように、飛んでいくこともあります。ゆっくりと加速をしながら、この後ね、離陸をしていくことになります。まあ、この西日がね、飛行機の側面に当たって非常に美しいですよね。まあ、飛行機って本当になんか、普通に撮るよりもね、なんかそういう空と一緒に撮るっていうのが一番個人的にはね、いいかなと思うんですが、まあ、ちょっと今回はね、トリプル300じゃない、トリプルの300か、それをね、撮るということで、まあ、ちょっと形式メインで写真を撮ろうかなと思っております。離陸していきましたね。そうするとこっちは JAL の787が出てきたところですね。というわけでね、まず写真撮っておきました。先ほど飛んでいった分の ANA がね、手前にいて、奥の方にも JAL の787が控えている。そしてね、先ほど首を振ったところ、今回左側に激安の電動が映っておりません。これはいいですね。まあ、ということは前回のトリプル7のダッシュ300って私が立ち位置間違えただけっていうことですよね。まあ、それはいいとしまして、先ほど映っておりました JAL の方の787も、これから離陸をしていくということになります。もうすぐ、エンジンをね、出力を上げて飛んでいくことになりますよ。飛んでいきましたね。というわけで、先ほど映っておりましたけど、今度は小型機ボーイング737、こちらがね、飛んでいくことになります。まあ、夕方はね、本当に伊丹空港もラッシュ時ということで、このようにね、続々と飛行機が出てまいります。それと一緒にね、上からも降りてくるということので、まあ、本当にね、同じ場所で飛んだり降りたりするので、すごいですよね、管制塔のこの誘導っていうのはね。まあ、このボーイング737、先ほどの787に比べて非常にちっちゃいかなと思いますけども、この737の胴体自体が767とか777のね、エンジンの大きさとあんま変わらないっていうような非常に小ぶりな、飛行機になっております。まあ、しかしながら地方に飛ぶときだとか、大体この737っていうのがね、乗る機会があるかなと思います。私も大体乗るのはこの737ですね。というわけで、先ほどね、飛んでいきましたけど、JAL の787撮影をしておきました。さあ、そして今度はこの737が離陸をすることになります。本当に見た目可愛いですよね。
こちらも夕方の西日に照らされながら離陸をしてきました。そうすると今度またこちら ANA のスターラ塗装ですね、これが控えているわけですよ。というわけでね、こういう写真撮ってみました。ちょっと後ろのね建物が邪魔ですけども、まあまあいいでしょう。そう、そしてこちら先ほど言いましたけどスターアライアンスメンバーの塗装をまとったボーイング737でございます。これが今度離陸をしていくことになります。これどこ行きだったかな、松山とかそんなだったかなと思うんですけども、まあ先ほどとね機体自体は全く一緒、非常に小ぶりな車両じゃないね機体という風になっております。でこのね羽の横にピッてなんか上に上がったウィングレットってやつですけど、これがあるとかっこいいですよね。最近の737とか非常にちゃんとついてるんですけども、これのあるなしでも結構、かっこよさが変わってくるんじゃないかなと思います。まあ、ANA ですけど黒を基調としたね、こういう車体ですけども、上の方にはまたエンブライルが飛んでおります。まあ、もうちょっとねこれ超ボイネズをつけてるので、まあ、ボイネズぐらいにするとこの2つコラボで撮ることができたのかなと思ったんですが、まあまあいいでしょう。そして、この737が離陸をしていくことになります。離陸をしてきました。というわけで写真こんな感じですね。先ほどの737と大構図としては変わりませんけど、本当に飛行機って色の違いだけで機体一緒ですからね、雰囲気っていうのは変わりますよね。さあそうすると向こうの方から何やら巨大な飛行機が降りてまいりましたよ。こちらが日本最大級、現行のですけどね、旅客機の中で一番大きなボーイング 777-300 と呼ばれる機体になります。やっぱ先ほどのね737と比べて本当に大きいなっていうのが、見て取れるかなと思うんですけども、かっこいいですよね。もう300人ぐらい乗れるんでしたっけ、あんま詳しく私知らないんですけども、300人ぐらい乗れるこの機体本当に大きいですね。先ほどの737の胴体がこのエンジンと大きさとも変わりませんからね、本当にねいかつくてかっこいいなと思います。そうするとまた小ぶりな、JR、こちらエンブライルですね、飛んでいくことになります。降りてきたやつかな、いや上がりますよねきっとね。そして奥の方には先ほど降りてまいりましたボーイング 777-300 が、駐機をしていくところになります。で写真撮ってみましたけどね、まあ、西日がこうやって当たって非常にかっこいいですよね。さあそして、日が沈んでいくことになりました。その前に一発だけねボンバルディア撮っておきました。顔つきかっこいいと思うんですよね、プロペラ機もね。さあそうすると、まあ、9月撮ってるのは9月ですのでね、まあ、ちょっとこういう感じでちょっと夕焼け気味になってまいりました。この空とちょっと飛行機撮りたいなと思って、ちょっとこの辺り散策をしてみたんですけども、そういう時に限ってね飛行機飛ばないんですよね。なかなか離陸をする時間がね空いてしまって、一番いい時には来なかったということになります。そうするとこんな感じでね、もう何ですか、日が沈んでしまいまして、もうこのだいたいね夕暮れの時期、まあ日がまだ出ているとその雲に、いや空に浮かぶ雲がね非常に美しくなるんですが、もう完全に沈んでしまいましたので、ちょっとこの茶色いね、茶色じゃないわ、ネズミ色になってしまったこの雲と一緒に写真を撮っていこうかなと思います。今撮ってるのかな、撮ってなかったのかな、ちょっとよくわかりませんが、そしてこちらボンバルディアが飛んでいきました。これはねちゃんとレンズが映ってるので撮ってるはずなんですが、いいですね、なんかこういう夕暮れの空に飛ぶ飛行機っていうのは非常に美しいなと思います。まあ、鉄道写真もねまあ結構天気に左右されるところはあるんですけど、あまりねまあ撮るときはあるんですけど、空の雲の様子と一緒に撮るってことはないかなと思いますので、まあそういうときもあるっちゃあるんですけどね、まあこの飛行機っていうのは本当に空を飛んでいきますから、こういうようなね、美しい雲とかと一緒に撮れるんですよね。今、このネズミ色とネズミ色の雲の間を飛んでおりますけど、こういうようなね、雰囲気も非常にいいんですよね。今なんかもう小林のように小さく映っておりますけども、飛んでいくスピードは恐るべき速さですから、まあこういうような場所も本当に美しいですね。ただ遠景で撮ってしまうと何が何か分かりませんからね、超望遠とかそういうようなレンズで僕一部ではね、この美しい部分と切り取る必要があるのかなと思います。まあそういうのも醍醐味の一つかもしれません。
というわけで写真こんな感じになりました。ちょうどね鱗雲がありましたのでね、このシルエット気味で写真撮ってみました。いやこれはこれで非常に美しいのが撮れて個人的には満足いく写真になったんじゃないかなと思います。そうするとこちらジェット機ですね、おそらく JA アかなんかのエンブライルかなと思うんですけども、真上を飛んでいきます。というわけでね、ちょっと追いかける写真は撮ってな、動画は撮ってないんですけど、ウロコ僕綺麗ですよね。もうかなり暗くなってきてますけどね。いや、飛行機はこういう感じで、障害物がなく、まあもう完全に後ろが空という状況で、シルエット写真撮ることができますからね。鉄道ではなかなか考えにくいことかなと思います。そしてもう完全に火が、沈んでしまったんですけど、ね、この後先ほど撮りましたボーイング 777-300 ね、撮っていこうと思います。まだ中継をしていますね。ちょっと見えにくいんですけどね、今左のところ画面中央左寄りですけどね、画質が非常に悪いですが、これから撮るボーイング737、777のダッシュ300ですね、それが動いておりました。そしてこちらの滑走路に入ってまいりまして、これから飛び立つことになります。このね飛ぶ音もなかなかかっこいいのでね、ぜひちょっと聞いてみてください。いや本当にねいかついですよね。まあ、先ほどのボンバルディアとかあんなんと比べて本当に大きさが違いますし迫力が違いますね。まあ、しかしちょっともう日が暮れてしまいまして、この空があんまり綺麗じゃないんですよね。これだけがちょっと残念だったなと思うんですが、あとね20分ぐらい早く来てくれたら結構綺麗だったかもしれませんが、しかも飛んでいくところは結構もうこの濃い雲なんですよね。というわけでね写真撮ってみました。超望遠で圧縮して撮りましたけど、このジェット気流ですよ。これすごいですよね。光がね、なんか引っ張られておりますからね。まあ、ちょっと暗すぎてあれなんですが、これはこれででもいかつい写真が撮れたんじゃないかなと思います。そしてその後ね、雲の中を撮っていくことになりますけど、こんな感じで撮ってみました。というわけで今回はトリプル300の撮影でございました。ありがとうございます。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。こちらのチャンネルでは、鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。